皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画はセリアから登場したダイヤカットの長さだしネイルチップをご紹介します。チップの内側にダイヤモンドカットが施されているので、これでパカッと長さだしすれば宝石ネイルができるという商品です。画期的な商品ではありますが、ちょっとした不安要素も。一体どんな風に仕上がるのか、私の爪で試してみましたので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。今回ご紹介するのがこちら、セリアから登場したダイヤカットが施されたネイルチップです。このネイルチップは主に爪の長さ出しに使うためのネイルチップになっています。具体的に言うと、チップの内側にジェルやポリジェルを塗って、爪の上に乗せたままライトで固めて、チップをパカッと外して長さ出しをするというやり方です。セリアで販売されている通常の長さ出しチップは内側がつるんとしていますが、今回発売されたのは内側にダイヤカットが施されています。以前にご紹介したこちらの宝石ネイルも同じダイヤカット型ですが、シートを切ったり貼ったりと手間のかかるデザインです。でもこのチップでパカッと作れるのであれば、とっても簡単に作れそうな気がしますね。またチップは繰り返し使えるのでコスパも良さそうです。ただ少し気になる部分もあって、このダイヤカットの形が少しぼやけて見えること。チップの真ん中になんとなくダイヤは見えるものの、そこまでくっきりとした凹凸にはなっていないようです。一体どんな風に仕上がるのか、早速試していきましょう。ネイルケアとサンディング、油分除去を済ませた状態からスタートします。まずは地爪にベースコートを塗ります。ジェルで長さ出しをするときも、ポリジェルで長さ出しをするときも、必ず地爪にはベースコートを塗ってからのせていきましょう。全体に塗り終わったら硬化します。次に爪のサイズに合うチップを選びます。基本的には爪の横幅に合ったサイズを選びましょう。どちらのサイズにするか迷った時は、大きいサイズの方を選び出しましょう。小さいものより失敗しにくくなります。自分の爪に合うサイズを選んだら、チップの内側に長さ出し用のジェルを塗っていきます。今回はこちら、セリアの長さ出し専用ジェルを使っていきます。ジェルの中に泡が入らないように注意しながら、チップ全体に広げていきます。ジェルでの長さ出し方法は、こちらの動画でも詳しく解説していますので、ぜひご覧になってみてくださいね。ジェルをチップに塗り広げたら、爪の上にのせます。チップの突起部分を持って、まずは爪の根元にチップを置きます。次にゆっくりと爪先側を倒していって、空気を抜きながら地爪にのせます。手を
離したら、ジェルがチップから漏れていないかを確認しましょう。チップから漏れたまま固めてしまうと、この後チップが外れなくなってしまうので、漏れていた時は筆やウッドスティックなどで取り除いておきます。漏れたジェルを取り除いたら、このままネイルライトで固めます。ライトで固めたら、チップを外しましょう。先端の突起を持って、左右にひねりながら外します。チップを外してよく見てみたところ、ダイヤカットのようには見えない気がします。最初の不安が的中してしまったようで、ダイヤカットの形がかなりぼやけて見えます。もっとくっきりした型取りがしてあれば、ダイヤのように見えたかもしれませんが、これはちょっと残念な仕上がりになってしまいましたね。ダイヤカットというより、水面ネイルのようなもわっとした表面になってしまいました。ひとまず爪先をヤスリで整えて、トップコートを塗って仕上げます。トップコートを塗ると余計に形がぼやけてしまいました。少しでも形をくっきり出したいときは、トップコートを塗らずに仕上げた方がいいですね。セリアの長さ出しダイヤカットチップ、いかがだったでしょうか。もやっとした形になってしまいましたが、アイディア自体はとても素晴らしいと思うので、次回作以降に期待したいなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたら、ぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。